どうもこんにちは、ベイダです。今回からやっていくのはリトルナイトメアやっていきたいと思います。このゲーム2017年にバンダイから発売されたゲームで、開発元はスウェーデンだったかなの開発会社が作ったゲームとのことです。聞くところによると、独特の雰囲気のある、なんていうの、パズル要素もあるホラーゲームだということなんでね、ちょっとどんな感じかまだ全然知らないんですが、で説明欄があるんですけど、子供の頃に感じた奇妙な恐怖や不安を覚えていますか？食欲の尽きることがない魔物が救う謎の船舶ザ・モーの中、恐ろしくも懐かしい感覚を思い出し、あなたの手で、囚われた幼き少女シックスを無事に脱出させてあげましょう。そういう内容になってるみたいです。なので、主人公が少女なのかな、そのシックスっていう女の子を脱出させる、脱出ゲームでもあるのかな、多分。説明的にはそんな感じらしいのでね、早速やっていきたいと思います。怖っ。ちょっと今のですでに怖かったんだけど、これが 6? ロゴにもなってるね。あ、これもう、あ、もう動かせる。待って、L スティックで普通に移動。バツはジャンプか。他は四角は何もない、三角も何もない。ライターが使える。ここはどこだろう、そもそも。なんかね、冒頭すごい不気味な女の人がいましたが、こっちはもう壁だよってことだね。どっかのスラムか、ここは。とりあえず進もう。あ、待って、左は？特に行けないな。じゃあ右に進もうか。てか、よく見ると裸足だね。真っ暗。これで、ライターをつけると。はい。そこなんかない？しゃがむとか、右スティック押し込みでも、ライターの、着火というか、オンオフができるね。待って、でかくない？このスコップ。R スティックでこう上向いたり下向いたり、なるほど、視点の変更ができる。 L が移動、 R がカメラ移動か。 OK。 何これ、ランタン。これで、チェックポイントってこと、これは。とりあえず、消そう。これが何？しか、待って、どう、何かつかめそうな、つかめそうっていうか、つかむっていう動作があるのかな。待って、これで、待って、ここじゃないのか。なんかこうつかめそうな気がするけど、
あ、待って、 R R2 で掴む、はい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 、そういうことか。なるほどね。ちょっと説明あるかな。再開設定、操作説明、R2 で掴む、四角で走る、そういうことか。で、見回、書いてあったね。あ、で、L2 でしゃがむ、滑るなんてと、まあ、スライディングみたいなことができるのかな。まあ、これで、あ、しゃがむ、で、走って、はい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 、スライディング。はいはいはい、なるほどね。まあでもそんな動作ができるってことは、何かから逃げなきゃいけないってことか。あとなんかカメラがさ、ずーっとなんか左右にずーっと揺れてんだけど、この子の意識がこう朦朧としてるとかそういう話？まあいいや、進みましょう。で、しゃがんだ状態で、あ、で、ライター。これ今、設定で画面をね、結構明るめにしてるんですけど、あ、え、今のは悲鳴かい？気のせいかな？あ、で、そう、結構明るめにしてるんですけど、かなり暗いね。そう、ホラーゲームとしか聞いてないから、あとパズル謎解き的なやつのどういう感じのホラーかが全然知らないからね。ああ、びっくりした。ね、扉とかめっちゃでかいからさ、これ子供とかいう話じゃないだろこれ。小人なのかな、この6っていうのは。ここなんかないかな、こういうところにこうさ、何かこうアイテム的なものが。ありそうだけど、ここ開けれる？関係ないか。こっち側、あー、でもなんか危ないな。ここを、ここがもうって場所なのか。あ、でかい船かなこれ。え、工場か。まあでもこのドアのこうデザイン的にもやっぱ船なんじゃないかな、ここは。そっちに大丈夫かな。待って、ここは開けれないの、相変わらず。ほっ、あ、つかめる。ほっ、よいしょ。いやー、特に動かせないな、これ。つかめない？うん、特に動かせないな。あれはだ、何？あ、人形？さっきのこう、冒頭で出てきた女の人っぽい感じなんだけど。あ、持っていける。え、なんかに、あ、お！え？今、え、待って。ただ置こうと思ったんだけど、罰をしたら投げちゃった。え、これ大丈夫かなこれ。え、チェックポイントなのか、なんだろう、なんていうの、オブジェクトじゃなくて、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、なんかのまあ隠し要素的なやつなのかな。まあいいや。あ、で、あとちゃんとこう足跡つくんだね、すごい。てか裸足で寒くないのかな。
なんで椅子が宙吊りなんだ？てかなんかいろいろおかしくない？椅子もだけどさ、なんかこの後ろのさ、このなんていうの？棚？これ普通の人間サイズじゃないだろう。空間が歪んでるとかそういう話なのかな？あるいは巨人みたいなのがいるのか？何かこう、特に変化なし。そこから光が照らされているが。なんでわざわざ椅子を吊るす必要があったんだろう。これは月の光かい？あ、で、影がちゃんと映ってる。映像は綺麗だな。ベッドの下に、これ隠れるってやつだな、これな。なんかからこう追われて、ここに戻ってきて隠れるとか。いやー、ありそうだな、これ。まあいいや、進みましょう。多分そこだろう。よいしょ、あれ。よいしょ、あれ？待って。ダッシュとか？ほっ。ああ、そうか、待って。はいはい、ジャンプして、はい、なるほど。R2 で掴まなきゃいけないんだね。よいしょ。へぇー。あ？あー、まあ、うん。あ、なに？そういう感じのホラー。じわじわとこう、精神的に来るみたいなさ。ただまあ、ちょっと待って、この人さ、相当背高いんじゃない？これ。で、後ろの家具だろ？これ。めちゃくちゃ伸びてるというか、超長い。何？小人と巨人みたいな、そういう感じなのかな？トイレットペーパー。つかめる？あ、つかめる。罰で物を投げる。手紙があるな。これ、つかめない？つかめないか。うん、やっぱこれ船の中だな。トイレットペーパーがわざわざ、わざわざというか、こうちゃんと揺れる方向に動いているから。なんで目のマークなんだろう。嫌だな、一つ目のマーク。もういろんなものを想像してしまうわ。ほっ。待って。ダッシュで、ほっ。あ、違った。待って、もう一回。ダッシュからのほっ！あとは全然届かないわ。まあ、こう、普通に考えるならば、この椅子を借りちゃっていいのかな？ちょっとすいませんね。借りますわ。ただ、首吊りしたにしてもさ、普通、こう、なんて、椅子が倒れてたりするだろうし、うん、なんかいろいろ不可解だな。首吊りしたにしてはこう椅子と足の位置がちょっとあまりにもありすぎる気がするんだけど、まあいいや。まあひょっとしたら首吊りじゃないかもしれないしね。こういう形のね、オブジェなのかもしれない。あ、まあこれくらいでいいか。これでせーの、ほっ、オッケー。なるほど、こんな感じの謎解きか。いや、相変わらずっていうか、ほんとなんか気持ち悪い紋章だな。なんだタール？オイルかな。いや、オイルじゃないな。多分タールか何かだろう。船だし。あー、気持ち悪い。足跡がつくんだね。待って、なんか手形がついてるけど。何かにこう引きずられてったって感じ？これ。で、よく見るとさ、この、
タールのさ、ここの跡があるけど、確実に6よりも足がもうでかいから、巨人かなんかからも逃げてたってことなんかな。で、抵抗をね、なんとかしたけれども捕まってしまった的な感じか。あ、待って、掴める？ほう、開けれるかな。あ、開けれた。お、おー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 、なに？え、なんか今白い帽子のちっこいのが、え、出てきたけど、え、怖い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 。上にも行けそうだけど、さっきの白いやつ、あ、ここから逃げた。しゃがんでいけない？あ、いけるじゃん。さっきの白いのは何なんだろう。白いというかこび、おお、え、襲ってくるとかではない。これがチェックポイント。あ、何、何かこう話しかけたり、ん、あ、抱きしめた。え、仲良くなった？6よりも子供？あ、ついてくる。懐いたのかな。ここも登れないから、これで戻ればいいのかな。よし、行こう。ついてきてる？あれ？来ない。あ、別にこうついてきてくれるわけではないのかな。あ、抱っこしていけば、これで、あ、いけない。うん、連れていけるわけじゃないんだ。そうか、まあ達者でな。またどこかで会おう。一応ここまでついてくるけど、もうその先からは出てこないと。じゃあここでいいのか。ほっ、よいしょ。こうパイプ伝って左に行くとか。あ、なんだ、あ、なに、あ、なに、なに、え、ちょっと待って待って待って、なんか、え、待って、怖い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 、ほっ、なんだ、なにあれ、なんかすごいヒルのような、なんだろうな。まあいいや、行こう。うん、なんか友好的な感じじゃなさそうだったが。あ、何、え、え、待って、たくさんいるじゃん。え、ちょっと待って、え、あ、ちょっと待って、あ、襲っては来ないのか。うん、だけどちょっと近づいたらやばそうだから、もう行かないけど。あー、気持ち悪い。お次はこれ、チェックポイント。あ、チェックポイントだ。オッケー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 。単純にそのレバーってこと？と、あ、オッケー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 。あ、エレベーターだ。この先は普通にジャンプ？せーの、よいしょ。オッケー。ほっ、おー、しまった。やめてよ、びっくりするだろう。でももう戻れない。レバーもないし。はっ、あ、ダメだ、つかめないな。これ新聞読めたり。あ、つかめない、ダメか。ここはしゃがんでいけるわけでもない。つか、あ、待って、あ、引けば、おお、いいね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 。もうこれで十分かい。上にこう上がるとかではないわけだ。 OK、 進もう。真っ暗ただ。ああ、びっくりした。もう突然縫って出てくるのやめてくんねえから。
特にない、何も。これで明かり灯せる。おお、え、なんかタールまみれ。え、はは、なに、はっ、待って待って待って、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。なに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 、とりあえず逃げる。明かりには寄ってこ、来ないのかな。で、ここは、あ、待って、あー、まあいいや、あー、まあいいや、行こう。あ、めっちゃ近づいてくる。なに、気持ち悪い。なに、ちょっと汚れちゃったよ、レインコートが。あー、この下とかなんかないかな。あー、な、通れないし、何もない。またすごいとこだな。よいしょ、オッケー。そっち側、あ、待って、多分これチェック。よいしょ。あー、火は安心しますな。あ、あ、こっからか。はい、やばい、待って、タールで、あ、やめて、来ないで。これ、おお、待って、やめて。えー、え、食われたのか。いやー、待って、え、早いとこ抜け出さないと。早く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 、もう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 、早く早く、瞬、もう瞬便を、瞬便、瞬便とか、瞬便に避けて、早く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 、はい、よいしょ。あー、マジか。っていうか、あの端っこ落ちるのか。いやー、もう、よいしょ。ああ、危ない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 。これ普通に滑って落ちるね、これ。気をつけないと。で、こっちではないな。多分これだな。よいしょ。ああ、ずっと押して、ああ、違う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 。押してなきゃいけないわけだ。で、ライト。おお、もうだからやめてよ。突然影から出てくることないだろう。ここ登れるな。さらに登れる。あ、ライターが。ここ登って、カメラ的に見えないけど、ほっ、ここの位置で、ほっ、あ、待って、カモちゃダメか。危険だけど、速攻を行くしかないようだ。いやー、まさかこんな序盤で死ぬとは思わなかったな。本当に真っ暗だね、ちょっと。あと、まあ、こう、なんていうの、そんなジッポーライターでずっと照らしてたら多分熱が半端ないと思うんだけど。あー、で、このさっきの真上にも来るわけだ。こう、ライターでこう照らして歩いてるのを見ると、なんていうの、よいしょ。あ、えぐい、結構えぐい音がする。で、こっからか。待って、早く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 。で、忘れてたけど、四角がダッシュ。あ、全然違う、全然違う。あ、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 待って、あー、逆にダッシュしない方がいいかもしれない。思いのほか早かったから。はあ、やめてくれ。来るな。寄るんじゃない。やめてくれ。オッケー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 。いかんな、ここ、こんな序盤でつまずく人いないんじゃないかな。ほっ、なるほど。もうす、結構早く走れるんだな。オッケー。今みたいに飛び越えるときはいいかもしれない。オッケーオッケー。まあ、もう余計なことをもう言わない方がいいね。
こういう細いところを行くとかジャンプするときは、そう、さっき何を話そうとしてたかっていうと、このライター持って暗いとこを歩いてるのを見ると、なんていうの、インディ・ジョーンズの3作目だったかな、それそこでこうなんていうの、こういうジップを持ちながら洞窟をね探索するシーンがあるんですけど、まあそれを思い出しますねっていうのを話そうとしたら、まあこっから落ちたと。でしかも結構えぐい死に方したね、首がグキッつって、いやー結構怖いわ。まあいい、せーの、ほっ、オッケー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 、まあ慎重に行こう。そうか、そういうホラーゲームなのかこれは。でしかもなんか変な、ああいうヒルみたいな謎のなんか生き物も現れて襲いかかってくるという、いやー怖いね。まあでもグロいとかではないようだ多分。でこれは単純に回せばいいんだっけ、これ。何、あ、明かりが、素晴らしい、明かりがある。で、あ、待って、あ、そういうことか、待って。でダッシュで戻らなきゃいけない。今来たところの反対側が空いてるわけだ。とにかくいっぱいいっぱいまで、これがいっぱいいっぱいで、ダッシュでほっ、間に合うか、あ、無理だな。そこ飛び越えられるかな、これ。飛び越えて一気に向こうまで行ければいいんだが、よいしょ、ストッパーをくれ。よし、 OK、 そうだ、走るだから走ってここを飛び越えると OK。 ほっ、間に合え、よいしょ、頑張れ頑張れ、早く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 、スライド、ダメか、どうしよう。でまたヒルゾーンから、あ、よかった、こっからだ。で、あ、悪い夢だったんだわっつって、嘘でしょ、どうすればいいんだ。もっと早く走らなきゃいけない。もう目いっぱい開けて、ほっ、ダッシュ、早く、もっと間に合って、今度はいける、よいしょ、 OK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 。これ結構死ぬな、これほんと一歩間違えるとこれ開くんじゃない、これ。あれ、あ、開かないのか、あ、開かないわ。いやー、もう3、4回死んだ、これ。これは思ったよりも難しいぞ、ホラーもだけど。単純な操作ミスでめちゃくちゃ死ぬかもしれない。はあ、チェックポイントないかな。あ、は、何、え、うん、なんだ、何、は、は、照らしてる、照らされてる、サーチライト的なやつ。あれ、まあ間違いなく見つかったらいけない感じだけど、船って書いてあったけどさ、何、刑務所か何かなのかこれ、そのもうって場所は。ああ、そうか、ずっと押してなきゃ、押してか、ずっと R2 を押してなきゃいけない。だってこれね、シーツをつなげて、誰かが脱獄したって感じだけど。ああ。これ、間違いなく官房的な感じじゃん。え？あ、チェックポイント。はい。あれ？違うの？あ、ライターつけなきゃいけない？オッケー、チェックポイント、チェックポイント。